さあ今回も簡単な倒し方をやっていくか。皆さんこんにちは、おっぱいくない忍者です。いや、ゆうさんです。今回も守護霊は幻がおすすめになります。バフはもう結界符ぐらいで十分です。ほう、救いのものをよこすとは味なこと。姉川で直高を破ったのはお主か。ならば心置きなく夜叉となろう。まずボスが跳ねてくるんで、それをステップで回避して、まあ何かしらの反撃を入れていく。基本的には毒手裏剣を先に入れておけばいいかな。これ3回続いた後、隙だらけなんで投げていけばいいと。ステップ、妖怪技で、ボスが使ってきたら反撃ね、特技で。これもう本当ボーナスなんで、あのボスの大技、この後もボスの技必ず来るんで、これももうなんかありがとうって感じですね。はい、そしてこれもありがとうで終了。簡単すぎる。簡単な倒し方だったらもうこれしかないと思う。これ以上簡単に倒せんのかってぐらい、まあ、タイトルに偽りなしだ。それでいいと思う。霊石が見せる夢は代償を伴う。あ、誰だおめえは。恥を忍んで哀れみを乞い申す。何とぞ一らを。一と過ごした日々は守るべきものを私に教えた。なれど憧れた兄上の背は追うほどに遠ざかり、余人の及ばぬ彼方へ。募った深い悩みは心に隙を作り、ついに引き返せぬ道を選んだ。兄上が作る世には光が見える。その輝かしい世に愛する者だけは残したい。急がんと火が。最後のお別れをする暇間をください。
泣いている姿も美しかったな。うん、いや戦国人どんどん死ぬ感じでね、うん、まあ死ぬこと自体は戦国に関わらず仕方ないけど、なんだかな、まあしゃあないですな。実際の歴史とどう違うのかな、なんか気になるね。つか俺歴史自体がそもそも疑問なんだけどさ、歴史ってそのどんだけ正しいのみたいなさところがあって、まあどういう方法で伝わってるのかわからないですが、今のは信長の妹だよね。だから妹の夫が死んだのかなってな感じだったと思うんだけど、うん、まあちょっと歴史詳しくないんで、その辺詳しい方いたら教えてほしいんですが、はい、また次回も簡単な倒し方やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。